大阪貝塚市から初参加夢舞台の皆様です。はい、20年前中学校の体育大会でよさこいが紹介され、その力強さ素晴らしさに感動し、中学生と地域の人々が大阪発のよさこいチーム夢舞台を結成、鳴子を持てば皆仲間を合言葉に活動しています。高知の全国大会にも第1回大会から出場なさっているという夢舞台、能登の地で待っていただきましょう。お願いいたします。皆さんこんにちは。大阪は関西国際空港隣貝塚市から初めて参加させていただきました夢舞台です。個人的には能登よさこいに何回か参加させて見学に来させていただいてるんですけども、こんな素晴らしい場所で夢舞台のメンバー踊れたなと思っていて、今日実現できたことを非常に嬉しく思っています。また21回夢舞台21年目を迎えました。これも何かのご縁かな、21でというふうに思っています。精一杯楽しみたいと思います。よろしくお願いします。では踊らせていただきます。夢舞台夢爛漫。どうぞ。はっ。娘にの花舞う頃に遠くまでよっそっと手を伸ばした。はっ。どこまでもと一緒だよと頷くように。
たくさんのご声援本当にありがとうございました。ありがとうございました。夢舞台の皆さんでございました。ありがとうございました。総勢50名近くのね、はい、迫力の演舞でしたけれども、はい、ステージ狭しとね踊っていただきましたね。ですね、下は6歳から、はい、上は60歳までと伺っておりますが、はい、また明日も楽しみに。明日の踊り流しはね、あの初のチャレンジだというふうに伺っておりますので、新曲の踊り流しの方もぜひお楽しみいただきたいと思います、はい、ご覧くださいませ。